それでは三つ目、今回の特別巡行の最後である。この者は合従軍との初戦で趙の将軍万国を自ら討ち取った。万国を、その後南道の李牧軍を兵庫と追い、これと戦って時を稼ぎ、蔡では激戦となった南壁の将として自ら先頭に立ち、これを守り抜いた。そして最後にはあの三大天宝剣に立ち向かい、一騎打ちの末にその手で秦国の部位を見事に示した。なんとあの宝剣と一騎打ちを。悪名高い万国の首も大きいぞ。飛信隊隊長秦、前へ。はあ、そういや前回も確か。ここマジか。神体神には爵位を一つ昇級、住居のある風里の地を拡張し、金500と宝物5点を授ける。また現在千人将の地位を格上げし3000人称とする。あんなボルの若者が3000人称。いやいまいったね。ならばれた。どうした、今回は騒がないのだな。嬉しくないのか。嬉しいさ、飛び上がるほどだ。だが見えてきちまったから、はしゃぐっつより興奮してんだ。4000、5000、あと3つで将軍だ。ああ、お前も急げよ、せ。わかっている。バンコー154! 一人ずつ言わすなよ。899! 921! 嬉しいのかな、やっぱ。2998! 2999! 3000! よし! 3000人出隊!出て!本当に天候だけかよ。新政府新隊は前線の地海藻へ派遣された。合従軍との戦いで荒らされた村の復興と警備のためである。さすがに迫力あんな、標高兵は。うちに来てくれて嬉しいぜ、ガクライ。